自然素材ってわけさ。なるほど、こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか、俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな、人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよカスガ。環境保護活動に行くわけじゃねえ、デートに行くんだ。自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろう。じゃあ足立さんのおすすめは？見ろ、これがかっこいいデート服だ。これはさすがに派手すぎねえか？春日、なぜ蛍が光るか知ってるか？急に何？オスの蛍が光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え、カスガ。サッちゃんを射止めるために命を燃やして光るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ、俺と難波のコーディネートどちらか選ぶんだ。どっちを選べばいいんだ。どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな、一番、自分を信じろ。分かった。じゃあ俺が選ぶのは足立さんの方にする。自然体も大事だけど、服装くらいはいつもと違う感じでパリッと決めるのがいいんじゃねえかと思ってよ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな、俺らができることはここまでだ。成功を祈ってるぜ、カスガ。おめえら、おう、任せとけ。
上げてくぜ。かかってきやがれ。俺の番だ。かかってこいや。ほら。よし、上昇上昇。社会ってものを教えた。さっさと始めようぜ。よし、やるか。向かうところ敵なしだな。コツつかめたんじゃねえか。やるときゃやるぞ。かかってきやがれ。俺の番だ。どりゃ。よし、やるぜ。はい、真の敵じゃねえか。調子乗ってんじゃねえぞ。さっさと始めようぜ。俺の番だ。おれ。やった。よし。向かうところ敵なしだな。かかってきやがれ。俺の番だ。うや。はい、真の敵じゃねえか。文句あるのか。やってやろうじゃねえか。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。うん、向かうところ敵なしだな。いや、全然今来たとこですもう、なんで敬語なのよ。それにしても、
今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これみんなに見繕ってもらってよ。変だったか。ううん、いいと思うよ。さ、どこ行く。おう、まずはごめんなさい、また来てくださいね。あー、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんで。ああそうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうねえ、ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。ずっと歩きっぱなしだしね、やってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど違うの。そんなこんな明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない。とにかく私もう我慢できないのよね。気軽にそういう場所に行ったりしたのか。まあそうね、いつもこんな感じだけど。もしもさっちゃんの大切な人が同じ行動をとったらどう思う。まあ確かに褒められたことじゃないわよね。そういうことさ。だから気軽にホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番。そういや、ナンバってメガネ外したらどんな感じなんだろうな。どうしたの急に。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。ああ確かに、どんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはなんちゃんに失礼だよ。でももうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。だよな。今度